はい、皆さんこんにちは。こんにちは。松田製作研究所の、動画シリーズですね、はい、になります。本日、ご紹介する動画はですね、テーマ人類に訪れる第四の波という、はい、第四の波ということですね、はい、後でご紹介あるかと思いますが、はい、第三の波というのがありましたよね、はいはい、あれで先生が提唱する第四の波ということですが、はい、これからのシリーズについてちょっとご紹介いただければというふうに思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、はい。あの人類社会がこれからどうなっていくか、うん、あの今足元でいろんな問題があってですね、はい、どうもあのむしゃくしゃすることも多いと思いますけども、ね、ちょっと100年後ぐらい先まで、どんな風になっていくのかなって夢を語ってみたいと思います、はいまあ、100年も先でないと思うんですが近未来かもしれない、近未来ですね、はい、大きく実は人類社会変わっていくんですね、うん、あの科学技術がものすごい勢いで進歩してますね、はい、あの昨年も皆さん、今まであまり聞き慣れてない耳慣れてない言葉が随分皆さんよく耳なよく日常でですね出てくるようになりました、はい、AI, AI、ね、人工知能ということなんですね。急に出てきましたね。急に、ね、フィンテックってありますね。フィンテック、はい、出てきましたですね。 IoT もののインターネットなんですね、はい、それが新聞に載らない日がなくなりました。仮想通貨だってですね、急激に伸びてきました。ビットコインが話題になってですね、はい、あれもフィンテックの一種ですけれども、でこういうふうにこう日常的に、まあ、自動運転だとか、はい、そんなものも出てきてですね、そうですね、急に出てきたなっていう感じが、本当急にね、はい、で急に出てきたっていうことは、それぐらい急に世の中が変わってくる、いくと。なるほど、はい、我々これにどうやってついていくのか、意識がついていくのか、はい、社会がその仕組みが追いついていくのか、ちゃんと政治が対応できるのか、はい、日本政府はですね、ソサイエティ 5.0 をここに出しました、うん、これを打ち出そうとしています、はい、で一方でドイツはインダストリー 4.0 ってありますが、まあ、あのドイツのインダストリー 4.0 っていうのはこれ産業の話なんですね。そうですね、インダストリーって言いますからね、はいはい、工場の中の生産工程とかですね、うん、物流とかそういうものを一つのシステムにして最適化を図るっていうですね、はいはい、またいずれ詳しくお話しますけど、でも日本が目指しているのはソサイエティ、社会全体ですね、産業だけじゃなくて社会全体なんです、はい、でこの 5.0 っていうのはこれ何を意味しているかっていうと、ちょっと下の狩猟社会ってことがあります、はい、ソサイエティ狩猟社会がソサイエティ 1.0、うん、なるほど、はい、この時は世の中の変化が万年単位で、ゆっくりとしてそれが農耕社会になってソサイエティ 2.0、はい、世の中の変化が千年単位になりました、うん、そして産業革命が起こって工業社会になる、これがソサイエティ 3.0、はい、世の中の変化が100年単位になりました。なるほど、はい、そして、情報社会、これがソサイエティ 4.0、うん、世の中の変化数十年単位にどんどん変わる、早くなってきて、そしてこれから訪れるソサエティ 5.0 は世の中の変化が数年単位と、年単位と、ね、ものすごい勢いで変化していくわけですね、うん、はい、でこういう変化の中で政府が何を目指そうとしているのか、ここにちょっとあの文字で書きました、ゆっくり読んでみます。サイバー空間、これはバーチャルと言われている仮想空間ですね、はい、これとフィジカル空間、現実の空間、うん、私たちこれを高度に融合させたシステムで経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会、うん、つまりですね、うんうんうん、あの皆さん聞いたことあると思いますが、シンギュラリティって言葉です、はい、技術的特異点、 AI 人工知能が人間の能力を超えた時、超えるんじゃないか、はい、超えた時に我々は AI に支配されるんじゃないかという言葉で、去年話題になりましたですよね、シンギュラリティって難しい言葉で、そういう大きな、その科学技術の進歩によって我々が自分たちが主体となった科学技術を活用するんじゃなくて、科学技術の都合の良いように我々が振り回されると、はい、で結果として人類社会があのハッピーにならない可能性、そこをどうマネージしていくか、やっぱり人間を中心に立てていくということが、これが政府ということです。それはその通りだと思います。そうですね、はい、でこういった大きな将来に向けたこう変化を政府が言うっていう時代になったわけです。なるほどですね。それだけ変化の時代に、もう一つそのすぐ下にジェレミー・リフキンということが、これザ・ゼロ・マージナル・コスト・ソサイエティ、はい、限界費用、ゼロ社会マージナルコストですね、限界費用ですね、これがあの、一つ、まあ、第3次とか産業革命の中での第1次が蒸気機関車、第2次が、まあ、あの電気製品とか、
ですね、エネルギー大気が大きくなって、それで第3次が、何が起こっているかというと、まあ、もちろん情報革命ということもあるんですが、うんはい、例えばそのクラウドというんですね、クラウドですね、クラウドがあるおかげで情報空間のコストがめちゃくちゃ下がるわけです、うん、それを利用する人のコストがほとんどただに同然になっていく、ねはい、同じことが輸送システム、運輸にも起こってくる、うん、同じことがですね、いろんなところで起こってくるんじゃないか、エネルギーでも起こってくると、うん、でこうなってくると今までとはちょっとパラダイムが変わると、はい、今までは費用がかかり、そしてそれに対して市場経済というものが一人一人がですね、うん、競争してですね、はい、そして最適な世の中になっている、うん、私有財産と、はいはいはい、ところがこれからは例えばクラウドというのはみんなにとって共有財産になるんです、うんはい、で輸送システムとかエネルギーシステムも限界コストが下がるとみんなが共有する財産で、そういう大きな変革を言う人もいるわけですね、うんうんうん、今までの競争型の社会から共同型コモンズって書いてます、コラボレーションしようじゃない、うんうんうん、競争するよりも社会でみんながつながってコラボレーションしようじゃないか、うんはい、ということが価値を持つ時代になってくるということをこのリフキンも言ってます、はい、これぐらい大きな変化がこれから社会に起こってくる、でその中でもともとアルビン・トフラーという、その次なんですね、これは有名です、まあ、もうちょっと前になりますけど第3の波と、はい、The Third Wave ということを言いました、まあ、その流れというのは農業革命、産業革命、そして今情報革命にも進展してますね、はい、私はさらにそこに第4の波というのが訪れるぐらいの大きな変革が科学技術の進歩に起こっている、はい、私はこれを人間革命、生態革命、生態革命、はい、すごいですね、はい、でこの内容はまたゆっくりお話しますけれども、簡単に言いますと今まで私たち人類というのは道具を使って発展してきました、はい、他の生物、動物と区別されるのは、うん、他の動物が自然界と直接接触してますから、はい、私たちは道具というものを通じて接触する、そうですね、人間はですね、で、人間と外界との間に中間機能というのですね、またちょっと難しいところですが中間機能で、道具から始まってそれが巨大化してやがて文明が、はい、国家まで作られてですね、いろんな社会システムができてきました。で今は何が一番大きなその中間機能かというと、不可視化された電脳空間、うん、仮想空間、仮想空間、はい、情報空間が巨大化し、これに依存しないと我々は生きていけなくなった、うん、とそうするとこの情報空間で何が起こっているか実は見えてないんですね。そうですね、まさにバーチャル見えない世界、それが現実、ね、そうなんです、空間ということですね。だからサイバーセキュリティをどうするとか非常に重要な問題になってくるんですけれども、うん、その先に何が来るかというと、実はこの不可視化された情報空間と私たち人間が一体化してくるんですね、はい、体の中にいろんなデバイスがそのうち入ってきますね、はい、健康を管理してくれます、うん、脳みその中にデバイス入れます、ボケロード防止だけじゃなくて能力まで高めます、これはヒューマンオーグメンテーションなんてことになってきました、はい、人間拡張、人間とがコンピューターを上回っていたのが今までのこの時代ですが、はい、いずれ2045年に到来するとも言われるシンギュラリティ、うん、技術的特異点になると人間がコンピューターを下回るようになると、でもこれじゃいかと、はい、この際人間と AI 人工知能を合体させて、うん、そうするとコンピューターより上回ると、うん、人間が上回る、つまり今まで人間自身はこの人類の歴史の中で人間自身は変化しなかったんですね、うん、で道具が変化してきた、はい、発達してきた、ところが今度は人間自身が変化していく、うん、これ生態革命が起こってすごい能力を我々は持つようになる可能性があると、まあ、これ本当にこれがいいのかどうか、人間ってそんなもんじゃないと、サイボーグじゃないんだという議論もあるかもしれませんが、はい、技術的にはこういうことが可能になったときに私たちはこれにどう向き合っていくかということをいろいろと議論していきたいと思います。本当に何ですかね、ニュータイプというかですね、はい、アニメの世界になっちゃいますけどもね、そう新しい SF の世界が現実になっちゃうと、はいはいはい、いう形が、はい、まあ、特に AI なんかっていうのは、はい、まあある一部のね、はい、ところではもう将棋とか囲碁とか、はい、ああいうところでは全部もう人間を凌駕して凌駕しちゃいましたね、来てるというのも今現実に起こっていることですから ね、はい、それがさらに加速度的に、進んでいくんじゃないかというようなこと
第4の波と。そうです。はい、本当だと思いますね。はい、じゃあ次、これはもう非常にまた面白い、テーマになると思いますが、シリーズで、はい、今後詳しくですね、先生に解説をいただきたいと思います。はい、今日はそういう形でご紹介動画を撮らさせていただきます。先生、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。